はい、皆さんこんにちは。今日はですね、床から立ち上がるとき、麻痺側の足で踏ん張って立つ、その時にですね、安定して麻痺側の足で支えるためのコツをお伝えしたいと思います。実はですね、麻痺側の足で支えて立つためには力が必要だと皆さん思っていると思うんですけども、実は力以外のポイントも重要なところがあります。そのあたりをですね、今日はこの後の動画で説明しますので、ぜひ最後まで見てください。はい、それではですね、床から立つとき麻痺側の足をしっかりさせるためのポイントをお伝えしていきたいと思います。今回は左側を麻痺側として説明していきます。皆さん、床から立つときですね、まず一度まっすぐ足を投げ出して座れるところまでできれば、次の段階に進んでいきます。まずここまでしっかりできるようにお願いします。ここからですね、床から立つときっていうのは、いい方側の手と膝の方に体重を乗せてお尻を上げていきます。でその後、椅子などにですね、手をついていただいて、麻痺側の足を立てれる方はここで立てて立ち上がっていくんですけども、この立てたときに一つ大事なポイントがあります。この時立てて闇雲に力を入れると、実はグラグラしてしまったりとか、足が内反って言って内側にギュッとねじれてしまったりとか、そういった症状が出やすいんですけども、ここでポイントとしてはですね、足を立てたら足の裏全体がベタッとついてるかどうかをチェックしてみてください。慌てて立とうと思ったらですね、よくあるのが、パッと立てた時に足の外側だけで支えてしまっている、もしくはパッと立てて立とうと思った時につま先側だけで踏ん張ってしまう、そういった支え方になってしまうと、なかなか力を入れてもですね、足にうまく伝わらずに膝が横に流れてしまったり、もしくは膝が前に崩れてしまったり、そういったことが起こりますので、足の裏、特にしっかりするかかとと前の方と、この少なくともこの2点はしっかりついている状況を確認してください。ここが確認できれば、立つ時にギュッと足で突っ張るのではなくて、かかとと指の付け根前の方にじわっと体重がぐーっと乗ってきたなというのが確認できたら、いい方の手少し支えながら、体重乗せながらですね、ゆっくり立っていくと、比較的グラグラせずに足も内反だったりとか膝折れだったりとかが起こらずに体を起こしていける可能性がありますので、この足をつくだけではなくて、その後かかとと前の方としっかりついている、そしてその上に体重がぐーっと乗ってきたら、麻痺側の足だけで立つのではなくて、いい方側の手を使いながら体重を感じながらですね、立っていただければ、床から立つという動作もですね、うまくできる可能性があります。ただしこの方法、できる方とできない方いらっしゃいます。比較的今の説明だとですね、麻痺側の足が動く方、支えも比較的効く方はこの方法がいいと思いますけども、麻痺側の足がなかなかこう立てることが難しい方は、この方法を無理にやってしまうと、余計にバランス崩してしまいますので、別の方法を試してください。この別の方法に関しては他の動画でも説明していこうと思いますので、今回は麻痺側を立てれる方ですね、は今のようなポイントをしっかり確認していただいて、立っていただければと思います。